はい、ゆーチャンネルです。2018年入りまして、4月の30日に鹿沼にありますレイクランドカントリークラブの方で第2回ゆーチャンネルゴルフコンペを開催することとなりました。やったやりました。ようやくいけるね、はい、初めて1回目いけなかったそうビジネスからね、まあ我々奮闘しました ねあれから早7ヶ月です、うん、7ヶ月第1回 U チャンネルコンペでみんなでねゴルフど素人だったんです、はい、始めようぜって言ったのが9ヶ月前なんですよ。おそうなんですか、はい、で我々まだ1年足らずってない、はい、今のとこまあそのコンペも含め何回かコース行ってると思うんですけど、はい、何回ぐらい行ってるんですか？2回行きました。2回、はい、6回、行ってるね、3回、私は果てしなくて結構数えきれない、ね、プロゴルファーが行ってるね。そうそう、ちなみに、まあ、そのおのおのありますけどベストスコアっていうのはどれぐらい行ったのかな、この9ヶ月で何回か行った中で、お、自信ありそうです。僕先週行きまして、先週がベスト、先週ベスト、先週ベストで131、131、それはもうマネージャーさんは127、私121、124、飛び抜けてる。またこの第2回 U チャンネルゴルフコンペ、前回は40人ぐらいの参加だったんですけど、今回はなんと55人ぐらい、すごいですね、ちっちゃいんじゃないかっていうようなエントリー数で頑張りたいと思いますが、また我々もねちょっとその前に滝沢プロにまたレッスンを受けて、ちゃんと仕込んでもらって、一打でもスコアを伸ばそうじゃないですか。そうですね、ということで今日は加須インターゴルフさんの練習させてもらいに来ました、はい、それでは早速この後滝沢さんにいろいろ教えていただきたいです、はい、はい、よろしくお願いしま す。はい、ということで早速滝沢文彦プロに来ていただきました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回で3回目となる滝沢レッスンでございますが、まあ、前回はまだあの頃はまだ当たらない時だもんね。全然もう、はい、当てるので精一杯。そうそう、だから今日はね、まあ、ベストスコア更新って言ったでしょ、はい、今日それをね、まあ、30日に目指して頑張りたいと思います、はい、もう一つよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、それでは今回も一人一人そのクラブを教えてもらいたいっていうのをやっていきたいと思いますが、まずは長沼くんは、はい、ユーティリティ、ユーティリティです、はい、私吉田は、パター、パターあんま教え方うまくない、言わなきゃならない、言わなきゃならない、言わなきゃならない、そこはで、マネージャーさんは僕ドライバー、ドライバー、はい、僕ウッド、フェアウェイウッド、みんな今日長い系ですね。私はちょっと小池です、うん、あ、肩だけ、あ、すいません、まあ、そんな感じで今日は教えて行ってもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、私長沼はこちらユーティリティを、滝沢プロに座りたいと思います。よろしくお願いします、はい、ではね、まず、はい、構えて、はい、あのまずね、構えが硬い、はい、あのね、やる気のないポーズというのはどっちかというと体がね、かかとに体重が乗った状態で腰を下げると一番やる気のないポーズで、これで前に手を出して前傾を取ると一番力が抜ける、ちょっと体が丸くなる、ね、体重はどこにありますかっていうと実はここじゃないんだよ、この辺からまあこちらにかけてあった方が力が あり余ってる人がちょうどいいから、逆にね、わざと膝曲げてみるので、もうこれ一番 NG、 力入るんですけど、さっき言うの長沼くんのまさにそう、まあ、それを構えるね、やる気のないで、もう一個やる気のないポーズしてもらうんで、はい、この親指が良くないんで、この親指をどうするかって一回グリップしてそのまま、あの昔から歌であれ、噛んだ小指が痛いっていう、この小指をね、こう伸ばして、はい、これ伸ばしたまんま、これを、まあ、これが一番の悪のね、もう一番悪さしてると、人間っていうのは手はね、こう5本あるでしょ、小指を力入れると親指に力が最大入る、ところが小指を伸ばしてると親指って力が入る、だからここでこれ伸ばして、まあ、これで打つ、はい、まあこれで140ヤードいくかな、うん、で小指伸ばしたまま、はい、そうそうそう、そうそうそう、はい、小指伸ばしたままだよね、渡ってきたね。長沼さんは小指を伸ばしてくる、だけどそれでもまだ力が有り余ってる、ってことは今度はどっちの小指も外すかって、これね、
教科書では邪道と言われる。さっきは、はい、右手の、はい、今度ね、左の小指も外しちゃうかな。これでやろうかな。そう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 。で、振りづらかったらもっとクラブ上げていいよ。ここまで上げちゃうよ。ずーっとここまで。はい。ここまで上がるから、力抜けて。うん、そこまで上げていいよ。そう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 。何が言いたいかっていうと、別にスイッチを直してるわけじゃない。長沼さんはどれだけ力が抜けるかがポイント。で、10本の指で握らすとあれだけ力が抜ける。だから8本の指で握っていいぐらいの力、実際はこれはこうやって持っててもいいんだけど、そのぐらいの力でゴルフはやってください。なるほど。全然力入ってないですか。うん、入ってなくていい。全然もう飛んじゃうぐらい。うん、そしたらいつものグリップを握ってもらえる、はい、ただ力は今ぐらい。あ、ちなみにどのくらい力で持ってるんですか。僕はこの、すごいっすね。こんな柔らかいですか。そうそう、右手もこの、あの、女性の手を握るぐらい力かけて、うん、ちなみにちょっとね、デモンストレーションどのくらい通せばいいかっていうのはそんな難しくない。上げてきて、これはだ、次このぐらい、今ぐらいしかつくよ。そうそう、意識はいつもボールじゃなくて実はそこに持ってくる。そうです。どんな時も下のマット、芝だったら芝、潜ってるボールだったら潜ってる芝の下にクラブが当たるよ。ボールじゃない、下に。そうです。あの、まあ長沼さんね、あの、初っ端から私長沼さんで、あの、難関ラインの長沼くんってよく昔から僕は思ってた。長沼くんはね、前アイアンで教えたときも一番の難関だったんです、はい、だ今日は少しね、難関から少し楽になった。ありがとうございます、うん、でもそのぐらいの力加減で、ね、はい、やって、まあメンチ握るときはあんなに力出ないでしょ。入れないです、うん、ということでね、はい、やってください。じゃあ頑張って、はい、はい、アイアンもね、すべて一緒。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、はい、私、鎌田はドライバー、ドライバー教えてください。今日忘れたことって、すみません、あの、副市長、この間どうもお疲れ様でした。これちょっと言っとかないとね、副市長見てるんでね、はい、やっぱり数の副市長が見てるから、我々も頑張って、はい、ここは鎌田君を、はい、バッチリドライバーを、まあ、真っ直ぐ飛ぶっていうか、今日はね、鎌田君はね、とりあえずフェアウェイに行く打ち方をね、はい、教えたいと思います、はい、距離にするとね、大体ね、180からね、まあ転がって200いけばいいかなっていうレッスンです。じゃあちょっと何球か打って、はい、よろしくお願いします。あ、オッケーオッケー。はい。カマト君、もうちょっと構えてみて。あ、はい。まあ、一番何が悪いかって言ったら、はい、右腕が出すぎちゃった。右腕、はい。で、この腕ってこうやって張るもんじゃない。はい。どっちかっていうと、こう引くもんだ。はい。ね。で、なんで引けないかって、この左手が、こういうふうに、まあ、教科書でウィークグリップって言ったら、まあ少し浅く持ってるような感じのね、グリップ。これをできれば、もうちょっと、右側に、そうだね、この親指をね、ここに、はい、で、それで右手をさっきのこうする分には構わない。で、これで腕払うの、はい、何球か打ってみる。今のグリップで、もう一歩、もう今日はね、鎌田君は簡単です。さっきのもう一回グリップしてもらえる、はい、そしたら、はい、体が硬いのに、はい、頭ここにして、はい、ゆっくり上げてみて、こうやって顔我慢するとこう疲れるでしょ。疲れますね。顔が膨れ上がる、はい、うん、これトラフグ状態、はい、これトラフグにならないように、はい、最初からこう見ないでこっちに顔を置いておく、はい、そこで構えて、はい、ここでもう一回構えて、はい、はい、こういう状態、はい、俺はやる気ないぜって言って右側見てて、はい、こっからスタートしてみて、はい、でどこ見てるかって言うと、はい、こうライン上こういうふうにあるわけだから、はい、全くこっちを見ろって言うんだよ。こうライン上あったらこの辺の視界を見ながらですね、はい、そう、ほら、取ったでしょ。行きましたよ。やば、うん、ここ構えてこっちに、あ、こっちですか。このぐらい行こっか。はい、これすごいよね、そっぽだよ。当たる、うん、まあ、このぐらいかな、今ぐらいでね。はい、OK、ありがとうございました。
はい、僕、オビツはですね、こちら、フェアウェイキット、こちらを教えていただきたいと思います。お願いします。じゃあちょっと何球か打ってもらって、はい、あのマットにするようにしてるんですよ、はい、ここみんな全然下すらないからね、接点がない。人間っていうのは接点がつながるわけでしょ。そう、うん、あのゴルフはね、芝に接点がつながらないと意思がつながらない。わかりました、うん、そう、今ぐらい確実にしたいの。芝だったら芝、ね、潜ってたその中に下まで、そう、それでちょっと打ってみて。わかりました、ね、今見たでしょ、あもう完全ボールの頭でしょ。ってことは小口さんはもうボールの頭を見てるから、そこにちゃんとクラブを打ってる。だからボールはその下のマットを張る。わかりました、本当にぶつかってけん、はい、今のでも綺麗に当たりますね。もうちょい手前を払う、ボール1個分手前からちょうどね、はい、ちょっと構えて、これで今構えてるよね、はい、比べるとね、こっから吸ってくるぐらいなつもりでやって、そうするともうちょっとボールから離れたからね。そうだね、これがね、ここに直接当たっちゃった、はい、もうちょっと本当は、まあ、でもウッドってね、上から入んないといけないって言うんだけど、それはある程度打てるようになった人がやる。やっぱり初心者の場合はここでまずこの手前から払わせるってことだ。そうするとクラブヘッドが整体しやすくなる。そうそうそう、今ぐらい、そうそう今ぐらい、あの実際コース行くと分かるんですけど、今の手前のダフリーの方がボールは曲がらないで少なからず前に、ところがさっき見たら綺麗に当たってるっていうのは上からボールを潰しすぎちゃうんで、どうしてもやっぱりボールがね、右目に出やすくなる、いわゆるスライスです。であとね、ちょっと一つ気になるのね、ちょっと正面から撮ってみて、大西君がね、体がさ、こっちがでかいのにさ、なんかここすごい狭いよね、なんかこういう感じに見える、なんかやる気のないバレリーナ、逆にお山形になった方がいい、もうちょっと足切る、そうそうそう、だってあのドスコイなんだから、はい、ね、武蔵坊じゃねえよ、武蔵丸、武蔵坊ね、ちょっともうちょっと広げてみて、あそうそう、あの短い足を長くて、それでもう一回やってみて、当たってきた、うん、そのままね、ここで普通に持ってた、これはフェース左向いてるよね、当然ね、はい、でこれをね、こういうの、それでもう一回やってみよう。これでできたら今日はもう TWICE 終わり、これでそれでいつもと同じ、はい、手前から、おっ、わっすぐいく、今の撮ってくれた、あこの握りなんだ、そう、あのポイントはね、ちょっと貸してもらう、みんな間違えてるのはこうクラブって真ん中から普通にこうやって持つと持ちにくい人もいるよね、はい、でそういう時はね、少しねクラブフェースを少し左にかぶした状態でここでいつも通りのグリップをしてみる、そうすると当然フェースが左向いてるからまっすぐ向けるとちょうど、まあ少しストロング系のグリップになる、まあ、ただこれでも十分ゴルフはできます。まああんまり良くないな、力のないこういうね、さっきあのまあ鎌田君のやつがね、こういう左手があまり浅い握りをしちゃうと右手ばっかり使ってしまうんで、よっぽどこう左手が弱くない限りはこのグリップはあまりおすすめしないです。まあどっちかっていうとフェイスをまっすぐ向けてこうやって持つよりかは少しフェイスを左に向けといて、ここで普通に持っていただいてこれを戻す、ね、これのがおそらくまあ違和感を感じる、ゴルフ違和感を感じると当たらない、見て、はい、で今の動きを、まあ、やるようにね、していただければいいかな、ありがとうございます、どうもありがとうございました。はい、最後は吉田がテザープロにパターを教えてもらいたいと思います、よろしくお願いします。このパターなんだけど、はい、僕の方がいいんですよこれね、はい、実はね、はい、すんごい難しいパターン、あ、そうなんですか、難易度的に言うと、難易度的に言うとね、 ABCD で D が D なんだとしたら、はい、うん、D 難度超えるくらいかな、そんな難しいんですか、これね、なんて言うかというとね、はい、皆さんあのパターってね、実は角度っていうのがあるんですよ、どんなパターでも、はい、
でこの角度がですね、大体一般的にね、まあ4度から6度ぐらいが最低あるかなとは思うんですよ。まあこのパターによって角度が多少違ってくるんですけど、でその中でもですね、このパターっていうのはあまり角度のないパターなんですよ。なんでかっていうと、これ実はね、こうやって打つクラブじゃなくて、実際少しこういうふうにシャフト、このシャフトをね、少し左側に倒すような形で構えるようなクラブです。そうするとこの下のところのこの丸い部分がちょうどここら辺がちょうど最下点に当たるのかな。こうやってしまうとね、こっち浮いちゃうんだよね。だからどっちかというとこう打った時にボールが弱い球になってしまう。まあ右にも出やすい。はいはい。だからこれを少しこういう風にするっていうのが一番ポイントなんだね。はい。あの車で言うとあのギア付きの車をね、オートマのしかも乗ってない人は運転できないでしょ。はいはい。まあそういう状態と一緒だから。非常に難しい。非常に難しい。初心者にはもう本当に難しいクラブ。なんでこれを持ってきちゃったの。そうですね。うん。で、はい、ちょっと何球か普通に今までの打ち方を、ね。はい。はい。今ね、もう一回構えて。はい。このパターじゃなければ打ち方いい。こうクラブヘッドがね、ちゃんとこうまっすぐ、こうまっすぐこうヘッドが出てる。はい。このパターンどっちかというとこうだから、はい、本で終わり。あ、そうなんですか。そう、本。ちょっとね、はい、私がね、はい、今参考程度の見せしよう。はい、じゃあこちらで見て、はい、このパターンはどちらかというと方向に対して構えるのが一緒なんですけど、ちょっと気持ちよくかぶせます。シャフトが少し斜めてる。でこの状態で左足に向かってグリップエンドが向いてるぐらいで結構で、これでこの状態からクラブが上げたらポン、この状態でポンとこういう形で、ね、まあそういう形で打った方が打ちやすい。あんまりこれがね、こういう風にすると難しいかな。ボールがクラブヘッドがまあ L 字型になってるんだけど、こう出すとフェースが上に向かってるように見えるんだけど、開いてしまう。それでだからどっちかというとこういう風にして上からポンとやった方が打ちやすい。逆に言えば手の動き自体も構えたらこのぐらいの範囲でやって、これはこういう風にはやらない方がいいパターンね。はい。でどうしてもできなければまあパターンを違うのに買ってくださいというのが一番なんだよね。こういう風にしてるから、まあ、実際このぐらいでポンっていうぐらいでいっちゃう。あ、そのぐらいで十分。おお、なるほど。でこれね、体重かけるのも一つ。はい、この状態でそう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 。おお、これが正しいクラブの使い方なんですね。まあ、これはこのクラブに関してはね、はいはい、うん、まあ、クラブよくね、あのね、プロ泣かせパターンっていうのね。ああ、そうなんですね、これは。そう、そうやってやればいい。わかりました。ということでね、はい、これは多分レイクランド30日あたりだとグリーンの状態は結構いい状態で早いと思う。で、あそこは A と B グリーンがあるんですけど、はい、A グリーンが結構やっぱり早いんだよね。A の方が早いんですか。うん、まあフィートで言うとね、ちょっとクロートジムとかだと10フィートぐらい近く出てるんで、私よくあの、はい、Facebook で上げてる時 10.5 フィートとかね、あレイクランド上げてる時は遅い時で 9.5 フィート。ああ、早いですね。うん、だからそうするとやっぱ今みたくこれで傾斜があるともっと速くなるから、まああんまりガツンといかないで、特にあの U チャンネルチームはみんなねガツンといくタイプ多いからね、はい、グリーンから出ちゃうからね。そうですね、うん、はい、デルタのガーターになっちゃうから気をつけて。ガーター。わかりました、すいません、ありがとうございます。どうも。はい、ということで、全員一通り教えていただきましたが、はい、どうでした、どうでした。軽く握る。まあ、なかなか右手一本だけでいいね。メンチは左、ゴルフは右手。なるほど、うん、ぐらいの力、うん、うん、すごい力ね。顔はまさかのこっちっていう、うん、首が短いからね、はい、もうね、やっぱりほらこうやってなんだけど、あんこ型だからさ、ね、もうちょっと首が長くなったら、はい、いつも通りに動かしていいから、ね、はい、うん、もうちょっと首が長くなったら長くなったらね、首長くしろというか、はい、うん、さん僕はあのクラブヘッドを閉じる。そう、変わりました。変わりました。それで、まあ、まだ完璧じゃないですけど、スライスがだいぶ直ってました。まあ、私に対しては、変えと。うん、パターを変えと。打ち方よりもパターを難しいんですよ。でね、共通してみんなに言えるのが、はい、クラブを
この釣り竿のように使うって感じが全くないんだよね。だから低い位置からこうやって一生懸命力入れるからシャフトがしならないんだよね。こう高い位置に早く持ってこれるぐらいのリズムを取った方がいいよ、みんな。なんかゆっくりはいいんだけど、ゆっくりすぎて上がんないんだよ。あ、さっとこう上げてパッと打っちゃった方がいいんじゃないかな。あ、そういう、うん、ムチ振るときにさ、こうやってのさ、パーンってやるのは全然違うじゃん。あ、そういうイメージ。うん、はい、だからそのぐらいとは言わないけど、もうちょっと早く上げた方がいいよね。はい、うん、じゃないとこうやって、なんか爆発したの感じだもんね。バックスイングがね、見てみるとバーンみたいな、バーンってこうやってそのぐらいのリズムでスッとやった方がいいと思うね。わかりました。うん、今日教えてもらったことを胸に、はい、4月30日の第2回 U チャンネルコンペに向かって、まあまだちょっと時間ありますんで練習して、いいスコアが出せるように頑張っていきたいと思います。はい、滝沢プロありがとうございました。ではいつもので締めたいと思います。はい、U チャンネルありがとうございました。はい。